どうも皆さんこんにちは、こんばんは。それでは今回はまた二葉2の動画やっていこうと思います。今回はこの二葉2からシリーズ初めてプレイされる新規勢の方向けの二葉独特のアクションについての紹介動画となります。下段や中段、上段といった構え、そして斬新といった本当にこの二葉というゲームには独特のアクション要素が盛り込まれているので、それらの解説となります。なのでアクションの部分としては基礎的な内容になってきますので、すでにプレイされている方、ある程度されている方からすると知っている内容になると思います。なので本当に新規勢方向けの内容となります。新しく始めて、この特にね、似たゲームだとダークソウルとかのソウルシリーズとかが上がってくると思うんですけども、それらとはね全く違った操作性とかにもなっていますので、そういったところから新しく入ってこられた方で、ちょっと操作よくわかんないっていう方なんかは、よかったらね、一緒に見てもらえたらと思います。ということで、今回は、まず、いろいろとゲームのチュートリアルをやりつつ、そこに合わせて補足をやっていこうと思います。ちょうどね、本当にすごくいいチュートリアルのがあったので、実際にこれをご自身でプレイされてもいいんですが、それプラス、このチュートリアル中に語られてないところとかを一緒に喋っていこうかなと思います。ということで、今装備手に入れたので、まあ装備をつけていこうと思います。まあこのあたりはおよそわかると思うんで、進めていきます。はい。ということで、やっていきましょう。この後敵が出てくるはずです。はい。ということで、まずこのゲームでは、四角で速い攻撃、三角で強い攻撃っていう風に書いてあります。で攻撃をするにあたって気力の消費とかもあるんですが、書いてありますね。速い攻撃は動作が速く気力の消費量も少ないが威力は低い。強い攻撃は威力は大きいが気力消費量は大きく隙も大きいといった感じになってます。で気力がなくなると回復するまで攻撃を出せなくなるといった感じです。この辺はまあなんとなくわかると思います。これが今速い攻撃でやっています。そして三角ボタンでこういった攻撃ですね。で相手に与えるダメージだけでなく、相手にもちゃんと気力がありまして、相手に与える気力もこの三角の強い攻撃の方がより削りが大きいといった感じになっています。相手の気力を削ることによってこちらにはだいぶチャンスが来るので、気力を大きく削れる技はやっぱり三角の強い攻撃の方がより減らせられるっていうのも知っておくといいポイントだと思います。でこの辺は6コンですね。6はまあある方は分かると思います。この辺はもうダークソウルとかと同じだと思います。ボタン設定でいろいろ変わると思うんですが、右スティックを押して、まあ、クリクリとスティック動かしてもらってターゲットの変更です。ここはもうさっと飛ばしていこうと思います。次ですね。さあ次はガードです。この辺も大体同じだと、大体この辺はもうイメージでわかると思います。ガードすると気力も削られてしまいます。で、もちろん相手のガードしてるところに、こっちの攻撃を当てると体力は削られないんですけれども、相手の気力を削るということもできるといった感じです。で、下にも表示されていますが、×ボタンで回避となっています。回避には、こういった、この、回避中には無敵時間もあるので、タイミングよく敵の攻撃に合わせると、無敵で回避するということもできます。そして来ました、これが本当に二葉の独特のシステムですね。下段、中段、上段の構えがあります。一応読んでいきます。上段構えは攻撃に優れ威力の高い技を出せる。中段は防御に優れ攻撃範囲の広い技が多めで扱いやすい。下段は回避に優れて気力消費が少なめで動作の隙も小さい。およそ大体イメージつくと思うんですが、上段はやっぱり威力が高い分振りが若干こういった感じで遅めとなっています。そして、今次は下段ですね。でここのまた下段中段上段の補足なんですが、この下段中段上段で使うスタミナの、気力の消費量も変わってきます。このステップ回避の消費量も下段中段上段で変わってきます。下段が最も回避の消費量が少なくて、上段が一番多いといった感じになっています。回避の仕方も違っていると思います。この辺はチュートリアルで出てきてなかったので、ここで補足させてもらいます。下段の回避はこういった感じになっています。上に分かりやすく数字も出しているんですが、今1115ですね。で下段で1回ステップすると1050という感じなので約100ぐらいですね。で上段で回避すると920まで減ったので、上段での回避は
消費量が多くなっています。そして、もう一個補足としては、気力は、こういった感じで下段の時はガードしていて、こうやって動いていると回復していかないです。ただこれ中段に変えるとガード中の移動中にもスタミナの回復が起きます。上段の構えの時にもこういう風にガードしていては回復しないんですが、中段の時だけガードしていてもこういう風に動いていても回復するといった感じの仕様になっています。なので先ほどのをまとめていくと、基本的には下段で戦って回避の消費量も少ないので、下段で動いて敵の攻撃を回避して攻撃する瞬間に上段に変えて攻撃で、また戻る時には下段に変えて戻るといった感じにすると、スタミナをうまく管理できるかなと思います。ただ最初のうちはなかなかこう下段で回避してすぐ上段に変えて技をまた出すっていう風になると、なかなか最初慣れないうちは操作に、戸惑う時もあるかもしれないですが、できればこういう風にやってもらえたらよりスタミナの管理がしやすいかなと思います。すみませんで、記録のことたまにスタミナと言ってしまうんですが、この辺は自分もあのダークソウル好きでよく遊んでいて、その辺の癖が出てしまってます。そして次ですね、組打ち。記録切れの人間もしくはダウン状態の妖怪の近くで三角ボタン。記録切れの人間もしくは、同じ位置、文章でしたね。まあ見てもらった方が早いと思いますので、こういった感じで相手の記録が切れると赤色のマークが出ていて、ちょっと間に合わなかったんですが、この状態の時に三角ボタンでこういった組打ちという技ができます。でもう一個補足として、追い打ちという技が実はあります。追い打ちと組打ちは実は、似てるんで、出し方は全く同じで、記録切れじゃないですね、組打ちが記録切れの相手に対して三角ボタンで、追い打ちは相手が、例えば人間の相手だと地面にひれ伏しているようなダウンしているような状態の時に近づくと、組打ちの時と同じように録音マーカーが赤色になって、その近くで三角ボタンを押すことで大ダメージを一発ポンって与えることができたりするんですけども、こちらは追い打ちという風な技になっています。で装備とかを揃えていったりキャラクターを成長させていくと、組打ちのダメージを上昇とか追い打ちのダメージを上昇っていうのがあるんですが、この追い打ちと組打ちはそれぞれ別物扱いになるので、その点だけご注意ください。なので組打ちのダメージが上昇となっていると組打ちの攻撃のみの上がって、追い打ちのダメージ上昇となると追い打ちは追い打ちの方のが上がるといった感じになっています。組打ちの時にはちょっとした演出、カメラワークが変わって演出が入ったりするので分かりやすいと思います。そちらの方が組打ちです。そしてこの敵の気力をゼロにした時の補足として、ボスなどの大型の妖怪に対しては気力をゼロにすることによってこちらの攻撃でひるむようになるといった感じになっています。普段の場合だとこちらの攻撃ではボスなどの大型の妖怪は全くひるまないんですが、気力をゼロにすることによってこっちの攻撃でボスがひるむようになるので一方的に攻撃をするといった感じになっています。またボスに対して大型の妖怪に対しても組打ちを使ったりすることはできるんですが、それらはそれぞれの敵ごとに条件が変わっていたりします。この体験版を触ってみた感じではボスの組打ちをするにはボスの気力がゼロになるタイミングで特技を使って気力をゼロにすると組打ちに持っていけるようなダウンが取れるみたいです。はい、それでは次のやつやっていきましょう。次は斬新。これも独特のやつですね。攻撃後周囲に青い光が集まっていく間に R1 ボタン、回復量がタイミングによって変化し最大回復量は記録ゲージに示される。見方はいろいろあるんですが、まず青い光というのが出ていたのでそっちを見てもらおうと思います。今攻撃した後に体を中心としてそこに向かって青い光が集まっていったと思うんですが、これが体に触れるようなタイミング、一番集まったタイミングで R1 ボタンを押すことによってでこれが斬新ということになります。でこれはスタミナの気力の回復が早くできるということで、次はスタミナの上の気力のゲージを見てもらったら分かると思うんですが、こんな感じで消費したら赤色の部分が出てくると思います。ここでもタイミングは一応つかめるんですが、これが今の一瞬のゲージが回復したところで R ボタンを押すと一気に回復します。斬新しないとこういった感じで赤色の先ほどの部分が全部減った状態から回復していくという風になるので、この斬新を本当にこのゲームではやっていくのが本当に戦闘ですごい重要な部分になってきます。
はい、それでは画面を切り替えてもう少しこの斬新や気力について補足をしていこうと思います。ということで、この斬新についてなんですが、キャラクターを強化させていくとルテンという新しい技を手に入れていきます。このルテンというのは斬新成立時に別の構えに移行すると気力の回復量が増加するといったものです。そしてさらにルテン2というのがありまして、先ほどのルテンをした後さらにまた別の構えに切り替えることで気力の回復量が増加するといった内容です。何のこっちゃっていう感じになってるかもしれませんが、斬新はこういった感じでスタミナを気力を一気に回復するもので、この時に今上段で攻撃していますが、上段のまま斬新をした時はこの回復力ですが、この時に中段に変えた状態で斬新をするとこんな風に一気に回復します。この時には、R1 ボタンで斬新をしますが、同時にこの中段下段を変える×とか四角も一緒に押すことによって、上段の時なら中段もしくは下段に切り替えることによって、こういう風に一気にこの赤色のこっちの方が分かりやすいですね、赤色のゲージを超えてさらに回復するといった感じです。そして先ほどがルテンだったんですが、さらにこの四角、上段から中段に切り替えて、さらにまたその中段から別の下段とかに変えていくことによって、より多くスタミナ気力を回復するといったものがあります。こういった感じです。ちょっと一瞬なので分かりにくかったかもしれないですが、パパッと一気に回復していたと思います。こういった感じです。素早く中段下段と今切り替えています。もう一回やります。スタミナを切り替えた、こっちの方が分かりやすいですね、使い切ってるので。こういった感じになります。これがルテン2です。普通の斬新でもう一回やります。もう大体お分かりいただけたと思うんですが、こんな感じでこれが普通の斬新の回復量です。そして次、普通のルテン1回だけの切り替えでやります。それがこういった感じ。次がルテン2やります。こういった感じです。パンパンと2回スタミナの気力の回復量が増えてたと思います。はい、それではまた画面を急に切り替えましたが、ここからは気力と装備の重さについてもう少し掘り下げていこうと思います。簡単にですが説明していきたいと思います。で、このゲームにも重さ、装備の重さというのがあるんですが、画面中央の一番上のところに書いてあると思います。 33.3 というのが今僕の使っているキャラクターの装備できる重さの最大値というふうになっています。で、左に書いてある 9.0 というのが今装備している重さです。で、右下の 27.0% というのが今自分のその 33.3 の最大のうちの割合というふうになっています。この割合によって敏捷さというところに関わってくるんですが、この敏捷さの判定が変わります。3つあって、敏捷さ A と B、 そして C があります。一番軽いのが A なので、青色で今表示されているのが A というふうになります。で、ちょっと重さを上げようと思います。で、緑でいいですね、間違えました、緑色に今なりましたが、これが今 B 判定です。 B の判定は、すみません、 A の判定が0から 30%、 そして B の判定が30から 70% の間、そして C の判定、判定って言ってしまっていますが、敏捷さ C が70から100というふうになります。なので今 48.6% なので、これが B というふうになります。で、もう少し重さを上げていくと、今度数字がパーセントの部分が黄色になります。今超えましたね、黄色になりました。これが敏捷さ C というふうになります。敏捷さとかについてはこの状態とかの画面で確認できます。一番左下ですね、装備の重さ 72.3% で、一番下の敏捷さっていうのが C になっています。で、これを超えちゃって 100% を超えてくると全く動けないというわけにはならないんですが、本当にもう大変なことになってきます。これが今一番重たい状態、これ敏捷さ、あ、一応 D がありますね、赤色で表示されている D なんですが、こういった感じで気力の回復がものすごく遅くなります。この軽さに応じて、大体おそらく皆さんイメージされている通りで合ってると思います。重くなればなるほど防御力が上がる分、移動のこういったステップ回避の
気力の消費量が増え、また攻撃の気力の消費量も増えます。また気力の回復スピードも下がってしまいます。なので防御力が高ければ、敵の攻撃には耐えられるんですが、移動の部分でちょっとハンデを背負うようになり、軽くすれば素早く動いて敵の攻撃を回避しやすかったり、攻撃の手数が増えたりするんですが、その分一発食らうとすごい痛いダメージになるといった感じになっています。で、極端な差をしたいと思うんですが、この回避の距離にも関わってきます。今これマッパーの状態なんで、すっぽんぽんになったので敏捷さは A になっています。装備の画面でも今、0.2 になってますね。何もつけてないので、お守り、この画面の方が分かりやすかったですね。今回のこの2音にはお守りもあるんですが、このお守りにも若干重さがあります。ほとんど重くないんですが、これ 0.1 ずつなんで、今 0.2 になってます。装備してる重さで、A 判定ですね。この A 判定の状態で、おおよそここの足場、この辺にしますか。この分かりやすく、ここの柱のこの線からちょっと一回回避したいと思います。このくらい移動します。だいたいこの辺りですね。はい、重くしてきました。今は C、 敏捷さ C にしました。 70% 以上、極端なやつにしました。こっからステップしていこうと思います。こういった感じです。若干ではあるんですが、気力の、間違えました、ステップの回避の距離が短くなっていたりします。また攻撃をした時の気力の消費も一応見ていきます。今敏捷さ C で上段三角で597まで気力が消費されました。で、一番軽い状態にしますと773と、一番軽い状態だとやっぱり気力の消費が少なくて済むといった感じになってきます。ただ重たい装備をつけていくと防御力だけでなくて眼鏡というのも上がっていって、この辺はまあダークソウルとかプレイされている人だとだいたいイメージつくと思うんですが、ひるみにくくなるので、一方的にちょっとゴリ押しで敵の攻撃を食らいつつもこちらのダメージを与えるといったことができるようになります。そしてこの装備についての最後に、あくまで個人的な考え、おすすめになるんですが、このシリーズ本当に始められたばっかりっていう方なんかは、この装備とりあえずどの重さにしたらいいのっていう方は、とりあえず B にしておけばいいかなと思います。 70%、 30% から 70% の間ですね。なので結構この敏捷さ B に関わってくる部分がかなり範囲が広くて、制限が結構緩かったりするので、で今装備つけてるんですけども 69.9 というこの本当に 70% より下、ここまでいっていいので、だいぶ重たい装備もつけられるようになってきます。で、敏捷さ B にしてしまえば C ほどではないんで、C ほど気力の消費も大きくないですし、回避とかも結構できますし、技の出した時の記録の消費も抑えられて、本当に幅が広いと思いますので、とりあえず B にしておいたらいいんではないかなと、個人的には思っています。そして防具の最後の補足として、この仁王というゲームの防具には同じシリーズの防具が複数あり、防具の中にはその同じシリーズごとのを複数つけていくことによってセット効果が発動するといったものがあります。今画面の真ん中に出る特殊効果の一番下、現時敵流の移行4つ揃えっていうのが出てるんですが、この今装備しているゲンタがウブギヌという防具をシリーズを4つつけてることによって特殊効果がさらに発動しているといった感じです。今画面切り替えましたが、2つ揃えでガード中の気力回復速度アップ、3つ揃えでアムリタ吸収で防御増強、そして4つ揃えで気力回復速度上昇といったシリーズを合わせると特殊効果がさらに発動するといった防具も中にはありますので、こういったものも組み合わせていくと、ただ防御力が高いものだけではなくて、こういった特殊効果も合わせていくのも面白みの一つなので、ぜひいろいろ合わせて探してみてください。